派遣員のこの子どうもからつけあきです。スタンプ買ってね。新年明けましておめでとうございます。今年もね、何卒よろしくお願いしますってことでですね、それにちなんだ動画でして、今の挨拶はもう1月1日の今15時なんですけれども、今からみんなに見てもらう動画は新年明ける時の動画です。明ける時この俺はスプラトゥーンやってました。今回どんな企画かって言いますと、新年明ける時さすがにスプラやってるやつ0人説です。さすがに新年明ける時スプラトゥーンやってる人って少ないと思うんだよね。で、俺もやったことないから、新年明ける時にね、ガチマッチ入って、しかもガチマね。で、ガチマッチ入ってやってる人はいるのかっていう、ちょっと検証動画を撮ったので、みんなに見てほしいなと思い、今、机の上に座って、机の前で、どうぞ!さあ皆さん、今11時59分です。今からスプラトゥーンやったら、超急ぎなんだけど、危ね、気づいたら年越しそうだった、危ね。年を越す瞬間、スプラトゥーンってやってるやついんのかなって、ちょっと思ったんで、もうゼロ人説だと思うのよ。だからちょっと今回やっていきたいと思います。やばい、早くしないと。23時59分。23時59分でしょ?ちょっと待ってね、詳細みたいな。うわ、絶対煽るなよって名前で入っちゃった。意味わかんねえよ、もう。明けおめとかにしたかったのに。うわ、でも、いるよ!いる。だって今入った人絶対年明かすかんね。ちょっと待ってね。時計でちょっと検索して、詳細の時刻見ます。時計。秒数時計。さあ、今、何分なんだろう。でもさ、ちゃっかり、開けてるよ。開けちゃってる。あスプラトゥーンやってるってか、もうこの時点で開けちゃってた。うわ、マジかよ、それ。開けちゃったー。ちょっと待って、せめてこの辺で開けてほしかった。でも一応ゼロ人説、立証ではなかったってことっすね。危ねー。いや、マジでぐーたらさ、ちょっと携帯いじってたらさ、とか今の今まで寝てたんだけど、もう今の今は寝てて、明けおめのナイスだ、これ。ちょっとずっとね、まだ、年末年始ずっとさ、編集してたからさ、今の今まで寝ててさ、で、起きて、30分前に起きたの、11時半に。で、まだまだ時間あんじゃん。シェーと思ってて、携帯いじって、お世話になってる人にさ、今年もありがとうございましたとか言って送ってたらさ、もうね、やばかったよ。やばいって、それは。2020年初やられ。2020年ってすごない？だって10年変わってんじゃん。10年の周期がさ、今過ぎたわけじゃん。過ぎたっていうか、なんていうの？俺2009年から2010年に変わる時っていうのは全然覚えてないけど、だから人生初めての、ね、てかエリアだったの？俺ずっと縄張りバトルかと思ってやってたんだけど。2020年初スプラッシュボムやられ。君、今ね、ここにいる、あれだからね、7人と俺年明けたから。もうね、初めてですよ、俺もゲームやりながら年明けるって。大体ね、俺は実家に帰ってて、今年もね、パピーに、帰ってこいよ。美味しいものでも食いに行こうぜ。美味しいものでも用意しとくみたいに言われてたんだけど、もうね、あれですよ。もうこのありさまですよ、皆さん。どう思いますか？すごい幸せですわ、俺は、この、年明ける時までもう仕事納めができなかったっていう。年明ける時までスプラトゥーンやると。2020年もね、お世話になりましたよ、本当に。ありがとうございました、本当に。いろんなことに挑戦してね、いろんなことやってね、いろんなね、ご飯食べて、いろんなことして、もう本当楽しかったと思うんで、俺は。もう幸せなんですよ、お前なら。それなら、俺やれるよ。マジかよ !2020 年初イキリ。今のが2020年初イキリですよ。待って、負け取るやないかい。ちょっと待って、集中するわ。一回集中するわ。怒られちゃうからね、ちゃんとやんないと。あれ待って。そういう感じで来たか、俺。あぶねえ。なんとか倒した。これ絶対こっちから来るよね、一人。やばい。ちょっと待って。2020年は勝利で終わりたいな。いやー、くっそ、全然当たんねえんだけど、今日。いや、無理、やばい。足まとってさ、ちょっとずつ見る攻撃してくるタイプのやつ、絶対見るもでポン好きだよ。知ってる、みんな見るもでポンって。何でも願いを叶えてくれるね、うちわのね、妖精が、うちわでね、その空を飛ぶ妖精が終わっちゃったよ。おい。
2020年お前ら年明けたじゃん一緒にさ。まあ、ゼロ人説は、まあ、立証しなかったって感じか。まあどうせならちょっと勝つまで今日はやりたいと思います。お、2050になりそうだな、これやばいぞ。さあ味方のお前ら、ちょっと負けが続いてるけど、俺の2020年初勝利をお前らと共に過ごしたい。よし、じゃあ2020年の抱負でも話しながらやりますか。やっぱ2020年もまあまあ、これは質問コーナー、昨日あげた2019年最後の動画でも言ったけど、まあ元気に2020年も実況できたらなと思っております。まあどんくらい元気か、こう来るだろう。うわ、来るって。わ、あ、やったーやったやったとやったーが混ざって、もう、あ、やった、おー、やったーやったとやったーが混ざって、なんかすごくなってるよ。あ、もうこれ使うしかねえんだよ。使うしかなかった人生。あー、エリアのど真ん中で死んだせいで、エリア濡れてない、ごめんなさい。でもこうやって、まあ支えてくれる味方がいるよと。これはね、別にスプラトゥーンに限らず、2019年、めちゃくちゃいろんな人たちと、ね、実況者さんとね、仲良くしてもらってね、お世話になった人たちもたくさんいますよ。本当に。でね、動画見てくれた皆様にもね、本当感謝ですよ。2020年もね、見てくれたら嬉しいなと思いながらも、実況取れたらいいかなと思いながらと思いながら、生きていけたらいいかなと思いながらと生きていこうかなと思ってますよ、常に。だからね、2020年もね、結局ね、そこにいたんか、こっちです。え、やれないの今の、マジかよ。2020年、まあチャンネル登録者数30万人はいきたいね。ちょっと待って、ガチでやばくね、これ。負けるんだけど。え、もうさ、射程長くね、何なの。え、長いやつしかいねえじゃん。何を根拠に長くしてんの、意味が分かりません。なんでこんな投げんだよ、本当に。いいぞ味方、味方いいぞ、俺も頑張るよ。うっ、違うか。いやー、結局でもね、俺思うんですよ。いろいろ日々辛い人たちいると思うんだけど、なんか楽しいことをね、一つ、月1でも週1でもいいから、やっぱ持っとく。そうすると、辛いこととかもね、まあ頑張れたりするんじゃないかなって、うん、思いますね。え、今ので1枚目で剥がしたつもりだったのに。そこいるよね。うわー、今のやれないんか。2枚より、オッケー。あとはここにいるでしょう。いなかった、どこ行った、ここに入り込んで、ここの辺、いなかった、ナイス味方。さあ、ここから俺らの戦いが始まるぜベイベー、始まるぜベイベー。相打ち、オッケー、これ勝てそう。リードしてくれ、リードしてくれ。いや、でも味方全員生きてるし。2020年もね、猫ちゃんを愛し、家族を愛し、視聴者さんを愛し、生きていくって決めたからこそ、この試合は絶対に勝たなきゃいけない、絶対に勝たなきゃいけない使命がある、俺には。さあ、どっからでも来るがよい。こんにちは。え、おお、やべ、マジかマジか。うわー、分かってたの俺がいること。待って、勝つ時死んでるのだけはやめてね。勝ったけど、2020年初勝利の時死んでたから、その年明ける時も勝つ時もさ、もう、なんだろう、俺って余計な、なんかあるよね。